朝だよねー。これ、マウスパッドじゃなかったみたいになんか 間違えてずっと使ってた。よいしょ。ああ、ここはね、昔男の子部屋と呼ばれていた部屋ですけど、つまり過去を表すと言ってましたけども、現在を表す作業部屋になってて、時計もね、見えるかな？時計もちゃんと合ってますしね。じゃあ、しね、しいてね。だから作業しやすくなってます、急に。急にね。いきなり。いきなりといえばあれですけど。あ、そうそうそう。やっぱり、足利軍、その超安全運転爆風速の猛攻をね、受けまして、またその、千早赤阪村が陥落。あ、千早城、赤阪城、陥落って、いうか、まあ予定通りね、アカウント1個なくなりましたけどね。今日かな、今日付でなくなるのかな。まだあるかもしれないけど。さて、これがね、死んでまた、あ、これ見せない。ちょ、もう2発ぐらいで死んじゃった。戻したけどね、グネッと曲がってね、パンチで。ちょっと湾曲してるでしょ。だから、まあ、楠木正成戦士。 ていうか、その作戦の方針の食い違いで、そのうちにどつかれて死にはったから。だから、うちは楠木でもね、後醍醐でもないから、まあどう言ったらやろう。 ね。 河内侍。 まあ家来にどつかれて死にました、楠木正成さん。だからちょっと、これからどうなるか。まあ歴史のあれが使えないでしょ。もう死んじゃって。まあ、何回も死んでますけどね、楠木正成。ブルーの楠木も死んじゃって。で、2発で死ぬから、もう最近の人は弱いね。今までの楠木さんはね、2発程度じゃ死ななかったけど。やっぱり 5G?AI が、進化して死にやすくなったかな、ちょっとデリケートになったかな、文明化して。だから、その体液はちょっともう使えないから、そのネタは。 どうなんだろうね、これから。じゃあ、北条平氏の北条政権続くんだろうね。まあ小池さん、人は平氏っていうか平家ですけど、小池っていうのはね、実はその伊勢平氏、要するに平家、平の知盛の末裔よね。まあ、朝鮮半島に逃げたわけ。知盛末裔は。知盛が逃げたんかな？泳げるからね、余裕で平家はね。男も女も。赤ちゃんは泳がれへんけど。だから平家みんなずらいっと生き残ってますよ。宗盛末裔も、知盛末裔も、時子末裔はうちの母のね、要するに安徳天皇末裔も生きてるし。今もおるし。で、重盛松は実は池田っていう、戦国大名の家ね、江戸時代のずっと大名、池田公、あれ重盛松。あっちゃー。 全員おんの？ そろってます。まあ、そんなこんなで、まあ、平家政権かな、今ね、東京はね。 任とも